皆さん、こんにちは。病院薬剤師、ダマさんです。速読野郎の備忘録。今回は、しょぼい企業で生きていくをご紹介したいと思います。この本のメッセージはこちら。しょぼくてもやり方次第。この本は、田中公昭先生のご推薦です。第一章は、もう嫌な仕事をするのはやめよう、ですが、敬愛する池早さんと同じ意見です。ところが、どういうことか。めっちゃ、この偉い店長さん、池早さんをディスっています。田中公昭先生も、池早派なので、わけがわかりませんが、今後の研究課題とします。第2章は、しょぼい企業を始めてみよう。第3章は、しょぼい店舗を開いてみよう、です。これらの章で教えていることは、アイデアを事業化するのではなく、人とのつながり、環境、得意なことを、試行錯誤で事業化していくことが大事である。要するに、PDCA サイクルを回すことが大切だと教えています。学さんもフリーランスに準備はいらないとおっしゃっていますが、こういうことだと分かりました。また、すべての資産を動かし続け、眠らせないことが大事。資産を回すことが大切だということをこの本で知りました。第4章は協力者を求めよう。第5章はしょぼい店舗を流行らせようです。ここでは労働者の雇用ではなく生活資産の労働力化を図るべきだと教えています。今のご時世、雇用はリスクでしかないからです。また、ワークライフバランスの時代から、ストレスノンストレスバランスの時代に移行したとも述べられています。ノンストレスこそ、労働問題を解決するキーなのかもしれません。さらには、お客さんに好き勝手宣伝してもらう。Twitter で勝手に店の宣伝をしてくれた人がいたら、リツイートしてあげる。このように、広告宣伝費は、足と愛想で賄う。なんとなく、楽しそう感で人を集める。といったことも述べられていました。第6章は、しょぼい企業実例集。そして、対談が続きました。この本で学んだことは、人間性と合理性。それさえあれば、たとえお金がなくとも、起業はできるのだということを学びました。今回も最後までご視聴いただき、ありがとうございました。チャンネル登録をお願いします。